<laughs> なんだろうねこの定位置感は <laughs> いつもこの感じだよね <laughs> 今日はポコタンのメアニのケアをしてあげたいと思います、まあ、これいつもやってるんですけどねはいこのね視聴者さんから頂い,いてるコットンなんですけどマジで便利これすごいい,い <laughs> あとこれねペットクールそしてこれがまつげコームなんですけど マジでこれが神がかってる。すごい <laughs> この3点セットはねに取りには最強のアイテムですね。まあ、気になる方は動画の概要欄とコメント欄にリンク貼っておきますのでそちら是非ご覧くださいでこうやってシュ,ッシ,ュッシ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 ュッと結構しっかりめに湿らせてメアニを取ると。 ポコたんは最近もう涙はほとんど出ていなくて目やにがつく程度なんですよねお迎えした当時はポコタン涙がすごい大量に出ていてどうしたらその涙が止まるのかっていうことを常に考えてたんですよね。ドドッグフードを変えたら涙が止まるかもしれないっていう情報を入手したので一番最初キアオラに変えた時にポコタンの涙が若干減ったような気がしたんですよ。で キアオラって効果あるかもって思って動画でもご紹介したんですけどまあその後結局そこからの進展がなくて今に至る感じなんですけどこの間アカナに変えてなんかこのめ涙というかメアニの質が変わったんですよねなんかドロッとした感じっていうかでそれが嫌でまたキアオラに戻したんですけどその後もまだ何かそういう涙とかメアニにいいドッグフードないかどうか 探してたんですけどそんな中でおこれれは有力なな情報かももししいいっていうものを入手したんですよでそれがですねポコタンもそうなんですけどお迎えして最初の頃ちょうど涙が気になり始めた頃ですねにドッグフードを変えてそれドッグフードのおかげで。 涙が落ち着いてきたと僕は思ってたたんですよねただその情報によるとポコタンもそうなんですけど今トイプードルってどん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 小型化してきてるじゃないですか。でこのマズルの長さが短くて目がパッチリしているっていう骨格なんですけどそういう骨格の子って涙が出やすすいいらしいんですよ特に赤ちゃんの時はね目も大きくて涙がこうポロ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 こぼれ落ちやすいみたいなんですよね。ででこれねモコちゃんんも一緒なんですよ 去年まで涙がすごい大量に出ていてポコタよりもこちゃんはさらに目が大きいのでその涙の量がすごかったんですよねところがもこちゃんの場合はドッグフードを全然変えずに今もキアオラを食べてるんですけど今年に入ってからかな涙が止まってきたんですよでその情報によるとそれもちゃんと理由があるということなんですね 実は人間と一緒でワンちゃんも骨格が成長とともに変わってくるみたいなんですよねでその変化とともに涙が落ち着くらしいんですよもちろん例外な子もいてアレルギーを持ってたりする子は食べ物が原因だったりすることもあるんですけどポコタンとかモコちゃんに関してはその骨格が原因で涙が出ていた可能性が非常に高いんですよねなので成長とともに骨格に変化が現れて 自然と涙が止まってきたっていうのが今涙が落ち着いてきた要因なんじゃないかって最近思うようになりましたこれは結構有力なんじゃないのかなと思うんですよねもちろんアレルギー持ちの子とかはドッグフード変えた方が涙が止まったりとかすることはあると思うんですけどそうじゃない子はそのね骨格っていうのも一つ念頭に入れて 様子を見てあげるとといいいのかなと思いましただからポコタンの場合はちょうどその骨格が変化する時期にドッグフードを変えてるからなんとなくドッグフードを変えたことによって涙が止まったんじゃないかって思ったんですけど実はそうじゃない可能性が非常に高いと特にねアレルギーで何か大変なことが起きたことがあるとかそういうことは全くないので、まあ、結局は骨格の問題だったんだろうなと今はその情報が一番腑に落ちてるんですよね。まあ、実際ね今涙も全然 出てないし、まあ、目矢にはつくんですけど、まあ、こういうのはね毎日ケアしてあげれば全く問題ないレベルだしいいも、ね、全然しないんですよね涙が出てた時は匂いがすごかったんですよ。もこちゃんも涙ブワーって出てた時は匂いがきつかったんですよね涙発酵しちゃって。 だから毎回こう。水とかで濡らしてあげたりまあ、こういったものでケアしてあげたりとかしてたんですけど、それでもね。間に合わないぐらい涙がたくさん出てたんですよね。本当に特にモコちゃんは分かりやすいですね。ドッグフードとか全く変えてなくて、もう最初からキアオラ食べてたんですけど、変化があったのは本当。ここ数ヶ月ぐらいのお話なので、まあ、ドッグフードは全く関係ないんだろうなと思いました。ドッグフード自体はもっと前からね。ずっと食べていたものなので、まあ、そこは関係ないんだろうなって。 今回思いましろいろまだドッグフード探そうかなと思ってたんですけどとりあえずポコタンとモコちゃんに関してはこれからもドドッグフードはキアオラを上げていいこうと思いますなんか体に合ってるというかメアニンの質もキアオラの方がなんかちょっとサラサラしててなんかケアもしやすいしポコタン自体もねキアオラの方が食いつきがいいんですよね。なので まあ今後もそういった感じでキアオラを上げていきたいと思いますちなみにもこちゃんもキアオラ大好きみたいです <laughs> どっちもキアオラ派なんだね少しでも参考にしていただければと思いますまだ終わってないねとこだメヤに取ろうか <laughs> はいよくできましたあんまりついてないね今日はね